はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。 AI ソムニウムファイル続きやっていきたいと思います。ここですね、10回かな、10回の途中の操作のところまで来ました。で、いろいろ行けるようになってて、スナックマーブルまで来たということで、次はどこ行こうかなっていうところですよね。こっちのルートはどんな風に終わっていくのか、ちょっとここ見てみようかな。ポッキー経営連合熊倉組の傘下の不動産、エンドルフィン、結構用語難しいの多いですよね。瀬島の選挙区、あ、結構いっぱいある。ドーパミン、農家衰退、紅葉っていうのかな、ペプチドホルモン。ペプチドってなんか化粧品かなんか出てきたような気がするんですけどね、そういう言葉が。まあいっか、じゃあ次行きます。どこ行こうかな。まあ太田の家行ってみますか。お母さんいるのかな。月曜日、松下食堂。店は静まり返っていた。埃の粒子のつり、降り積もる音が聞こえるようだ。ものすごい静かってことですかね。誰もいないのかと思い、足を進めると一つの人影が目に飛び込んできた。真由美だった。座敷に座り込んだ真由美の姿は朽ち果てた老木のように、ああ栄冠に見えた。写真を持ってますね。お邪魔してすみません。お互い無言。いくつか話を聞かせてもらっても無言。太田くんのことですが。あんたのせいだ。警察の人から聞いたよ。あんたがあのイリスって女を野放しにしたから。なんか全部思い出しちゃってる感じですね。それで太田は事件に巻き込まれて。伊達、捜査の報告書を調べてみた。どうやら真由美は今朝早く太田の死体の身元確認をしたらしい。そうか。悪いけど帰ってくれないか。聞こえなかったのかい。出てけって言ってるんだよ。だね、行こう。とても話ができそうな状態ではない。ああ、そうだな。まあちょっとね、太田のために生きてきたようなもんだもんね。左岸家の前に伊達宅行った方がいいかな。まあ左岸家行ってみますか。イリスの方はどうなってるのか。お母さんがいるかな。左岸家を訪れると憔悴しきった様子の瞳がいたって、この格好で話を聞くつもりかな。瞳は俺を招き入れ、ソファーに座りを促した。断ることもできず、俺は一言だけ礼を告げてそこに腰掛けた。この格好はないと思うけどな。
だがその後の言葉は見つからなかった。重苦しい沈黙がしばらく続いた。まあね、太田のこと。太田くんは私の教え子だったんです。彼が小学生の頃受け持ったことがあって、警察の方から伺いました。太田くんはイリスを助けようとして犠牲になったって。何と言っていいのか、もう言葉が見つかりません。イリスのこと。イリスは私のすべてでした。どこに行くときも私たちはいつも一緒でした。洋服を買いに行くときも、映画を見に行くときも、散歩するときも、近所のスーパーへ買い物に行くときも。よちよち歩きの頃は私の指を一本だけ掴んで私の隣を歩いていました。手のひらが小さすぎてまだ指を一本だけしか握れなかったんです。それが二本になり、三本になり、ようやく手のひらが握れるようになって、やがて私の手を離れていきました。でも最近は腕を組むようになったんですよ。いつまでたっても甘えん坊だったんです、あの子は。なるほどね。そういえばひとみさんって右腕ちょっと怪我かなんか調子悪いんでしたっけ。イリスのこと。この部屋のあちこちにあの子の思い出が刻まれています。赤ん坊の頃、このソファーから転がり落ちて大泣きしたこと、ビリビリに破かれた絵本のページ、窓ガラスに残されたクレヨンの跡、母の日に描いてくれた私の似顔絵、床の傷、欠けたお皿、テーブルの焦げ跡、クッションのシミ、目に映るもののすべてにあの子の思い出が。なのにどうして。事件解決の手がかり。ひとみさん、私にできるのは事件を解決すること、それだけです。何か手がかりになりそうなことご存じないですか。こんなことが手がかりになるかどうかわかりませんが。構いません、教えてください。私前にこう言いましたよね。沖浦君の奥さん翔子さんとは2回だけ会ったことがあるって。1度目は2人の結婚式で、2度目はほんの1月ほど前、場所は刑務所の面会人待合室だったんです。刑務所の面会人、待合室。刑務所。実は以前親しくしていた知人が服役していて、それで私年に何度か面会のためにその刑務所を訪れてるんです。そこで偶然翔子さんの姿を見かけて、向こうは気づかなかったみたいですけど、私の方は横顔を見てピンときました。沖
雪浦君の奥さんだって。翔子さんも私と同じで受刑者の面会に来てたみたいでした。その受刑者というのは？さあ、そこまでは話したわけではないですし。どこの刑務所ですか？東京都の府中刑務所です。府中刑務所？失礼しました。こんな時にお邪魔してしまって。では、私はこれで。私、どうしていいか、わからないんです。あの子のことを思うと。必ず犯人を捕まえてください。お願いします、お願いします。わかりました。必ず。じゃあ伊達宅行ってみましょう。ああ、水木も憔悴してるって感じですね。水木はソファーの上で膝を抱えて丸まっていた。何か大きな獣に怯える小動物のようだった。どうしよう、太田のこと。イリスのこと。沖浦水産。どうやら水木は知ってるみたいだな。イリスや太田の身に何があったのか。当たり前だ。あの光景はネット配信されていたんだし、ニュースでも大々的に報道されている。しかも国内だけではなく、世界中の各地で。3日前、水木は変わり果てた母親の姿を目撃した。2日前には父親の姿を。そして今日の未明、2人の友達が惨殺されたことを、水木は知った。もう限界だろう。まともな精神状態でいられるわけがない。ちょっと一人にしてもらえないかな。大丈夫か？うん、とても大丈夫そうには見えなかった。かといってずっとそばに付き添ってやるわけにもいかず。相棒、アビスに連絡してカウンセラーをよこすよう頼んでくれないか。わかった。俺はしばらく様子を見てからその場を離れることにした。いやー厳しいよね。3日間の間に知り合いっていうか親族も含めて4人もだもんね。じゃあ本部に戻りましょうか。手がかりとしては府中刑務所ですかね。月曜日午後4時57分。中間報告を兼ねて一度ボスのオフィスへ戻ってみた。だがボスの姿はどこにもなく、どこ行っちゃったんだよ。どこ行ったんだ？
いつもいるとは限らないだろう。まあそりゃそうだけど。まあそうだが。俺はいつもの席に腰を下ろし、しばらくボスを待つことにした。なんだよ。ボスの代わり。この方が話しやすいんじゃないかと思ってな。何を話すって言うんだ？捜査のまとめとか。まとめって言ったって、特にこれといった収穫も。あるだろ。ん？89号のことだよ。気になったから、いろいろと調べてみたんだ。うん。いっぱい出てきたな。89号は何者？こっから行くか。言うまでもないが、複数の人間を殺した殺人鬼だ。現在は府中刑務所にて、無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。ピュータが言ってたな。彼は4件目の殺人を終えた後、警察によって逮捕されました。本名は？それがわからないんだ。わからないんだ。なんで？わからない？戸籍に登録されていない人物なんだよ。どういうこと？外国人の可能性もあるが、国籍は不明。ただ日本語を流暢に話すことから、日本で生まれ育ったらしいことだけはわかっている。じゃあ翔子との関係。二人の関係性については不明だ。接点があるのかどうかもわからない。まあ翔子が府中刑務所に行っていたのが89号と会うためだったのか、あるいは他の誰かに会うためだったのか。まあストーリー的には89号っていう感じがしなくもないですけどね。でも接点があるかどうかはわからないってことですか。ただ瞳が一月ほど前、府中刑務所の面会人待合室で翔子の姿を見かけたと、そう言っただけだ。翔子が会おうとしていた人物が89号であるという確証はない。でもこれって調べればわかんじゃないですかね。誰に会うって記録しますよね。何しろ府中刑務所には2000人近くの受刑者がいるんだからな。だが89号は翔子の名前を。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。すると両者には面識があったと考える方が自然じゃないか。うん。第二サイクロ事件との関連性。ピュータは言っていた。初代のサイクロプスは二人いると。そのうちの一人は、熊倉組の元組長、熊倉ローハン。だがローハンは1年前、ビルから飛び降りて自殺を。残るは一人、服役中の89号ということになるわけだが。89号に今回の犯行は不可能。一連の事件が発生した時、奴は刑務所の中にいた。ふむ。しかしながら、事件とは何の関係もないと断言することもできない。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。あの言葉が確かなら、89号は何らかの形で事件に関与しているという可能性も。なるほどね。お、会いに行こう。来た。相棒、89号に会いに行こう。
89号の言葉が本当かどうかはわからない。だが有効な手立てが見つからない以上、今は奴の存在にかけるしか。わかった。だが、わざわざこちらから出向いていく必要もないだろう。89号の方を呼び寄せるんだ。どのみちシンクすることになるんだったら、そっちの方が効率がいい。頼む。手配してもらえるか。任せとけ。その後、いくつかの法的な手続きを終えて、89号は警察総合庁舎へ移送されることになった。まあ、他のルートでね、まあ、こんな感じのことが原因で89号が逃げちゃったってことがありましたけどね、今回大丈夫でしょうかね。到着までにはかなりの時間を要した。まあそりゃそうだよね。その間どういうわけか、ボスは一度も姿を見せることはなかった。どうしたんでしょう、ボスは。月曜日午後8時56分。わざわざ来てもらってすまない。ボスはやっぱまだいないみたいですね。いくつか聞かせてもらいたいことがあってな。顔の輪郭、伊達に似てないですかね。まあ輪郭だけですけど。協力してもらえると助かる。そっか、前はピュータが逃がしたんでしたっけ。ピュータいますね、隣にね。大丈夫かな。あ、でもピュータに問いかけることはできないですね。まずは名前からいきますか。89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。いろんな名前を使ってたんですかね。国籍ブルキナファソ。どこだそれ。ブルキナファソとは西アフリカに位置する人口1700万人ほどの共和制国家だ。くだらん冗談に付き合ってる暇はない。証拠を知ってるな。まあ一応知ってるってことになるのかね。今から一月ほど前、証拠は受刑者と面会するために府中刑務所を訪れている。相手はお前か。ああ確かに俺だ。何を話した。特に何も。嘘をつくな。ところが嘘じゃねえんだな。奴は話をするために俺んとこに来たわけじゃねえんだよ。じゃあ何のために。会うためだ。会う。奴はただ俺に会いたかっただけなんだ多分な。どういうことだ。第一サイクロ事件のこっち先に行こうかな。ああその通り。俺は6年前の事件の犯人、サイクロプスのうちの一人だ。証拠と知り合ったのはいつだ。だいぶ昔のことになる。具体的に何年前とかそこまでは覚えちゃいねえ。
お前らの関係は肉体関係。冗談だよ。ビジネスパートナーみたいなもんだ。証拠を殺した犯人。わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。ナダミ証拠を殺した犯人を知ってると。誰だそいつは。おいおい、ちょっと待てよ。まだ取引は成立しちゃいないぜ。取引？本当に釈放してくれんだろうな。約束しよう。わかった。だがそいつが誰なのかを伝えるには前置きが必要だ。少し長くなるが構わないか。時間ならたっぷりとある。それじゃあ始めよう。これは一人の哀れな殺し屋の話だ。昔々あるところに正義感にあふれる一人の刑事がいた。ここでは仮に F と呼ぶことにしよう。 F は世の中にはびこる悪という悪がことごとく許せなかった。 F には親も兄弟もおらず、生まれた時から施設で育った。その施設で来る日も虐待を受け、その反動みたいなもんで F はこの世に存在する全ての悪事を憎むようになったんだ。ある時 F は追跡していた一人の凶悪犯を港の隅へと追い詰めた。これってオキュラ水産の冷凍倉庫じゃないですかね。でこれはどう見ても89号であり F ってことなのかな。そいつは連続婦女暴行殺人の容疑で指名手配されていた。ああ、もう分かったよ。このナイフを捨てればいいんでしょ。これピュータの声に聞こえんな、気のせいでしょうかね。はい。というわけでその銃下ろしてくれるかな。大丈夫だよ、他には何も持ってないから。おとなしく逮捕されてあげるって。知ってると思うけど僕には入院歴があってね、しばらく特殊な病院でお世話になったことがあるんだ。だから捕まっても全然平気なんだよ。どうせまたすぐに出てこられるし。ああ、今度はどんなことして遊ぼっかな。考えるだけで今からワクワク。犯人は完全に丸腰だった。にもかかわらず F が刑務所にぶち込まれることはなかった。一応裁判にはなったが正当防衛が認められて無罪に。もしも真相が発覚したら警察の不祥事ということで大変な騒ぎになる。そのことを恐れた上層部の連中が証拠を捏造するよう所轄の人間たちに指示したんだ。結局F は懲戒免職や停職といった処罰を受けることもなく、しばらくしてから何事もなかったかのように現場に復帰した。それが
F にとっての一つの転機となった。これまで F を押さえつけていた理性のタガが外れちまったんだ。 F は次から次へと不義を働く者たちに対して天誅を下していった。 F は一人の暗殺者となった。雇い主も依頼人もいないスタンドアローンの暗殺者。強いて言うならクライアントは自分自身だった。F は自分の中の信念に基づき悪とみなした者たちに対して恣意的な制裁を加えていった。しかしそれも長くは続かなかった。ある時 F は一人の極悪人 X を処分した。そいつは罪のない老人を騙して殺害し、狡猾なテクニックを使って遺産を巻き上げていた。だがその男 X の死を快く思わない人物がいた。当時の熊倉組の組長、熊倉老藩だ。殺された X は熊倉組の幹部だったんだ。老藩は部下に命じて犯人を突き止め、 F を速やかに拘束した。少し調べさせてもらったよ。分かってるだけで18人クズどもを片付けたようだな。ところがどういうわけか刑事事件として立件されたものは一つもない。いずれも自殺か事故死、あるいは突発的な病死として処理されている。大した腕だ。恐れ入ったよ。どうだ、我々の元で働いてみないか。もちろんお前にはノーという権利がある。だがそれはお前にとっての最後の言葉になるだろう。秘密がバレてしまった以上、 F にはどうすることもできなかった。たとえうまくこの場を切り抜けたとしても、先に待っているのは終わりのない逃亡生活だ。 F はローハンの言葉に従うしかなかった。かくして F の自由気ままな暗殺活動は終わりを告げることになった。 F は熊倉組専属の殺し屋となり、ローハンから直々にコードネームを授かった。その名はファルコ。猛禽類のハヤブサを意味する言葉だった。ファルコは警察官を辞めたわけではなかった。昼は実直な刑事として働きながら、夜は組織の命令に従って暗殺を繰り返す日々。これまでの中陸とは異なり、そこに大義はなかった。相手が何者かも分からず、ただ言われるがままにファルコは次々とターゲットを始末していった。ファルコの心がすさみ果てるまでにそう時間はかからなかった。やがて時が経ち、数年前、心身ともに疲れ果てていたファルコは裏の仕事で大きなヘマをやらかした。狙っていた獲物を仕留め損ねて腹に銃弾を浴びたんだ。どうにか現場を離れることはできたものの、近くの神社まで逃げ延びたところでファルコはついに力尽きた。もう立ち上がる気力も残されていない。社殿の脇に背中を預け、ファルコは思わずうめき声を漏らした。その時だった。ぼんやりと霞んだ視界の中に、
佇む女の姿を見つけた。おそらく助けを呼ぼうと思ったんだろう。女は慌てて携帯を取り出し、画面の操作を始めた。と同時に、ファルコの耳に足音が届いた。複数の人間が駆け寄ってくる足音。追っ手が自分を探してるんだとすぐに分かった。ファルコはその場をやり過ごすべく、女の体を引き寄せると、いきなり唇に。それが、ファルコと女との出会いだった。女は学校の教師をしていた。自分の住む世界とはかけ離れた職業。彼女と話をしていると、仕事のことは全て忘れることができた。彼女はファルコと日常的な世界をつなぐ唯一の接点だった。それから何度か逢瀬を重ねるうちに、いつしかファルコの中に温かな感情が芽生え始めた。女の笑顔や優しい言葉は、乾ききったファルコの心に潤いを与えた。気がつくと、ファルコはかつての自分を取り戻していた。これからは彼女のために生きよう。ファルコはそう、固く胸に誓った。なるほど。足を洗いたいか。お前には随分と世話になった。いいだろう。好きにするといい。ただし条件がある。最後に一つだけやってもらいたい仕事があるんだ。何、大したことじゃない。ある女とそいつの娘、二人を片付けてくれればそれでいい。どうだ、簡単だろう。そう言って、ローハンが見せた写真には、一組の親子が写っていた。一人は、ファルコが神社で出会った教師の女。そしてもう一人は、当時12歳になったばかりの彼女の娘だった。なぜ、どうして二人が。尋ねてもいつもと同じようにローハンが理由を教えてくれることはなかった。いずれにせよ、ファルコがそんな命令に従うはずはなく。だが断っても別の誰かが二人を始末することは歴然としていて、ファルコは考えた。二人の身の安全を確保しながら、同時に自分が組織を抜けるにはどうすればいいかと。しかし、どれだけ考えても有効な解決策は見つからず、窮地に追い込まれたファルコは、藁にもすがる思いで一人の人物に相談を持ちかけた。そして、沈黙が続いた。どういうわけかそれ以上89号が口を開くことはなかった。これ教師とその娘ってイリス親子で間違いないですよね。イリスの方からもそういう話がありましたもんね。89号は刑事をやっていたのか。わかんないですけど、とりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思うんですけどね。クライアントだ。まあいっか。
恣意的、読めないですねこの字ね、恣意的って読むんですね。スタンドアローン、はい、ということで今回ねこの辺で終わりにしたいと思います。この後あれかな、シンクするんですかね、そんな気がしますけどね。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。